ジャンベデル・ボカサは、中央アフリカ共和国の大統領、中央アフリカ帝国皇帝としては、ボカサ一世。フランスの植民地下で生まれた。黒アフリカ社会進歩運動を組織し、独立運動を主導したバルテレミーボ・ボガンダはおじであり、初代大統領、ダビド・ダッコのいとこにあたる。父親のミンド・ゴン・ムグ・ブンデュールは、ムバ家族の主張であり、 ゴム採取会社であるサンガウバンニ森林会社で労働者のまとめ役をしていたが、ボカサが6歳の時、挑発され強制労働を強いられていた労働者を会社に無断で解放した罪で処刑された。第二次世界大戦中はフランス本国がドイツに占領されたものの、シャルル・ド・ゴールの下で連合国側についた自由、フランス軍の兵士として従軍し、インドシナ戦争にも従軍。 アフリカ人としては最高位の大位まで昇進する。中央アフリカ共和国の独立後は、初代大統領に就任したダッコに呼び戻され、軍の編成を任せられた。1966年、当時国軍参謀総長だったボカサは、軍事クーデターで、経済政策で失敗したダッコ政権を倒し、翌年大統領に就任。この際十六あった中央アフリカの省庁の中、 の省庁の大臣に自分自身を任命し独裁政治を始める。1972年には終身大統領を宣言した。ボカサのクーデターは脱古政権が中華人民共和国から巨額の融資を受け入れたことを批判するという反響の取りを名目に掲げたものだった。しかし1976年8月に中央アフリカは台湾の中華民国と 再び断交し、同年11月に、ボカサが、中華人民共和国を訪れて、経済協力を仰ぐなど変説し始めた。同年9月にはリビアを訪れて、ムアンマル・アルカ・ザーフィーと面会して、イスラーム教に改修し、名前を、サラーエッティン・アフメド・ボカサに改名したが、リビアからの財政援助が滞ると、同年12月に、カトリックに、再び改修し、国名を、 中央アフリカ帝国都市自ら皇帝として即位した。解消からちょうど1年後の1977年12月4日には、国会予算の2倍に当たる2500万ドルを費やして、ナポレオン一世を真似た豪華な大冠式を行い、皇帝母カサ一世となった。着飾った200人の騎兵隊と数百台の高級自動車、バイク隊に護衛された八頭立ての馬車で登場。 ダイヤモンドをはめ込んだ2メートルの大釈状と剣を手にし、頭には8000個のエメラルドとダイヤモンドを散りばめた王冠をいただいた。街灯は真珠と水晶で飾った礼服の上に白い天の毛皮。大玉座は黄金の翼を持つナポレオン足を模した重さ2トンの精銅製でフランスから取り寄せた酒と料理が振る舞われた。また、ナポレオン一世の戴冠式を真似て、 ローマ教皇パウロ6世を招待したが、教皇はこの招待を断っている。国力とあまりにかけ離れた戴冠式に世界中から批判を受けると、偉大な歴史は犠牲なくしては想像できない。民衆は犠牲を甘んじて受けるのだと語った。日本の昭和天皇やイラン皇帝、モハンマドレザ・パフラビーも式典に招待されたが、出席はしなかった。 旧創始国フランスから支持と援助を取り付けるため、フランス大統領ジスカールデスタンに膨大な贈賄工作をした。工作が功を奏して、フランスからは皇帝として承認され、経済的支援も受けることに成功した。ボカサ生スは反対派を容赦なく弾圧、粛清し、独裁政治を続けたが、粛清による人材不足や、もともと脆弱であった中央アフリカ経済の 悪化などが重なり、訂正は崩壊への一途をたどった。1978年には、息子のジャンベデル・ジョルジ皇太子も国外追放される。ボカサケが経営する会社が作成する制服の全小学生への着用義務化を強行するが、1979年1月に反対学生へのデモが勃発した。ボカ再生はこれを武力鎮圧し、400人の死者を出した。 国際的にボカサイス政への非難が高まると、急走四国のフランスもボカサイス政を見限り、帝政打倒を画策し始めた。ボカサイス政のリビア訪問中の9月20日に、フランス軍による無血クーデターが発生。帝政は廃止されて、中央アフリカは共和制に復帰し、亡命先のガボンから帰国したダッコが大統領に就任した。 ボカサはコートジボワールに亡命し、4年間アビジャンで暮らした。その後、フランスに渡り、ジスカールデスタンに働きかけて、政権奪還の支援を要請したが、色良い返事を得ることができなかった。ゴーを逃やしたボカサはジスカールデスタンへの増愛工作を暴露したため、結果的に、ジスカールデスタンの人気は急落し、1981年の大統領選挙で、 社会党のミッテランに敗れる一員となる。その後、コートジボワールに亡命した後に、フランスへと再び亡命した。1986年には、周囲の説得を振り切って、突然帰国するが、入国直後に逮捕されて裁判にかけられた。1987年に死刑を宣告されたが、1993年に釈放された。釈放の際には、 当時健在だった母マリーがボカサを出迎えた。フランスから支給される軍人恩給で隠居生活を送るが、1996年に死去した。2010年12月、当時の中央アフリカ大統領、フランソワ・ボジゼにより、ボカサの名誉回復が行われた。ありがとうございます。